ジョン・ジョセフ・ボイランはアメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、1923年から1938年まで連邦会員議員を務めた。ニューヨークに生まれる。父はパトリック・ボイラン。母はエリザベス・マッケルロイであった。地元の公立学校で教育を受け、カテドラルスクールでラサール・インスティチュート及びマンハッタン大学へ進んだ。卒業後は、 郵便事務員として就労し、その後不動産事業に従事した。1910年、1911年、及び1912年にニューヨーク州下院議員を務めた。後、1913年から1922年までニューヨーク州上院議員を務め、第136議会、第137議会、第138議会、第139議会、 第140議会、第141議会、第142議会、第143議会、第144議会、及び第145議会に出席した。民主党から連邦会院議員に立候補し、第68議会、第69議会、第70議会、第71議会、第72議会、 第73議会、第74議会、及び第75議会に参加した。着任は1923年3月4日であり、1938年10月5日に、ニューヨーク市内で死去するまで在任した。1938年10月5日、マンハッタンのフレンチ病院で死去し、クイーンズ区のカルバリー墓地に埋葬された。ありがとうございます。